それでは今日の対局を初手から振り返りましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、先手は伊藤七段で2六歩と、はい、刺されました。そして8四歩2五歩8五歩とで今回7八金と、はい、3二金3八銀7二銀で6八玉と、はい、はい、ここは結構いろいろあるところ、ね、はい、まあ一番多いのは9六歩とついて、はい、まあ、相手の様子を見るというのがまあ多いんですけど、はい、まあ、本局伊藤七段の用意の作戦ですね。6八玉と上がりました。はい、で1四歩、はい、そして9六歩、はい、で7四歩ですね。はい、ここで2四歩とここでぶつかりました。はい、同じく歩同じく飛車、はい、で2三歩、はい、でここで7四飛車、はい、はい、この歩を、はい、はい、早くもね先手が一歩得と、はい、17点目にして、はい普通はね歩がね得するとちょっと成功、作戦成功に見えるんですけどね、はい、後手としてはまあ取らせたという感じなんですよね。で、はい、7三銀と上がりまして7六飛車、そして4二銀2六飛車と、うん、戻ってはい、そうですね、まあ、歩を取れたんですけど、その代わりこう、まあ、飛車が7六飛車2六飛車と少しねこうこの良い位置に戻るまでに手数がかかってるので、はい、まあ、その間にこその手得を生かして、まあ、後手はね駒組みをしようというのが藤井竜王の狙いになります。はい、で5四歩と突きました、はい、で7六歩ですね。はい、でこの飛車道が、途切れたところで8六歩と突きまして、はい、同じく歩同じく飛車で8七歩8二飛車と引いていきました。で3六歩ですね、はい、で6四銀3七銀で4一玉と、はい、はい、でここで54分考えられましたね。はい、はい、いろんな手があるところでしたが5八金、はい、そうですね、ここら辺まだまあ割とまあ時間もね使わずに進んできたんですけどね、ここからちょっとずつ時間を使い出しましたね、両対局者、はい、これはちょっと様子見な手っていう感じで、あ、そうですね、ね、はい、はい、でここでそうですね54分考えた後62分、はい、藤井竜王がかかりまして5五歩と、はい、5五歩、はい、はい、まあ、位をね、5筋の位を取りましたね。はい、そして、はい、4六銀と上がりました、はい、まあ、早速先手の方はその5五の位をこう取り返そうと、うん、まあ、4六に銀をね上がってきました。何もしなければ5五銀と取っていきますよ と、はい、次5五銀と取りますよと、はい、なので、3四歩と、はい、そうですね、これで3四歩とついて、まあ、今度は5五銀には同銀と取れるようにしたわけですね。はい、で3五歩と突き出しましたね、はいはい、でここで26分考えまして、はい、同じく歩と、はい、はい、まあ、これもね自然な手、まあ、歩ね取り込まれると損してしまいますからね、はい、3五同歩自然な手ですよね。で同じく銀と、これが46分と、はい、はい、これも普通にね取り返すだけなので、まあ、はい、本当に自然な手なんですけど、これも46分と、もう逆にもうなんかこうね普通の手なのにこの手でも1時間とか近くね、はい、経過してるので、そうですね、うん、
まあ、将棋って難しいんだなって思いますね。取る一手に見えるところでもしっかりと、ね、はいはい、時間を使って考えてますね。29分の考慮で7-3桂と上がりました、はい、この辺りは大体3時ぐらいなので1日のね、はい、そうです。でここでまたここで55分考えられました、はいはい、2四歩と攻めてきましたね。書いても6六歩とかも言われてたんですけど、はい、そうですね、はい、検討してましたけどね、まあ、6六歩ですと、はい、そのちょっと受けの手ですので、うんうん、まあ、すぐに攻めるのではなくてこう、まあ、中央の方でね戦いになる可能性が結構高かったんですけど、はいはい、まあ、この方針上やっぱり銀が出ます、はい、まあ、やっぱりね棒銀の顔を立てると言いますか、うん、せっかく3号に来たので、まあ、棒銀にするのもね非常に自然な手だと思います。はい、で55分考えたと同じく歩はノータイムで、はい、はい、刺されました。で同じく銀と、はい、はい、でここで先ほどの局面封じ手の局面となったわけですよね。はい、はい、ここで何分考えたかというのがちょっと情報118分と書いてありますね。118分、はい、多分そうですね、今の時間も足されてしまってる可能性があるので103分あたりまではちょっと見てたんですが、あ、そうですね、僕100分超えたのは見たんですけど、はい、そうですね、それぐらいの時間を使っての封じ手ということになってきます。はい、4時間17分使われているみたいですね。消費時間は4時間17分使われています、はい、伊藤七段の方は、はい、3時間20分使われてそうです。はい、消費時間ですね、はいはい、ということですので、はい、かなり使われたということになりますね。はい、はい、さあここで封じ手の予想もしていきたいと思うんですが、はい、どんな手がありますでしょうか。はい、まず私の第一感は5六歩とつく手ですね。あ、ちょっと 角をね狙われていますので、はい、まあ、この5六歩と突くことによって、まあ、角をこう交換して、はい、その負担になっている角を盤上から消してしまうっていう考え方ですね。はい、これがまあ私の第一感なんですけど、はい、確かについてみたいところが、あ、そうです、村田さんもそうです、5六歩ですか、はい、まあ、他にはどんな手がありますか。まあ、実は他が結構難しくてですね、うん、まあ、ちょっと指しにくい手なんですけど、はい、まあ、7七に歩を打ってしまうっていうのもあるかなと思います。ここに打っちゃう、はい、これはですね、あの同角と取るのが自然なんですけど、はい、同角と取らせて6五に桂馬を跳ねると、はい、でまあ角取りですので、うん、まあ、角を6六もしくは8八に逃げるんですけど、はい、それからまあ5六歩を突くとかですね。あ、そうすると、まあ、1枚の歩で桂馬が、まあ、6五に飛んでるということで、はい、5筋の攻めが少しこう強力になってるということですね、うん、はい、でこれ今7七歩に対して同角の変化を解説しましたけど、はい、これでまあ同桂馬とか、はい、取ればこれは桂馬跳ねれませんけど、うん、今度ちょっとここの角筋のそういうがね、あの、はい、角が使えなくなってますから、はい、まあ、それからやっぱり5六歩みたいな感じで、あ、まあ、指していくと、うん、この形ですとこう、まあ、2二角成というふうにね交換されてしまうのが少し気になるんですね、はい、これ2二角成同金、はい、はい、これも有力なんですけど、あ、はい、先に大手かけるのかとかもあるかもしれないですが、ですので、まあちょっとここの桂馬が飛んでるかどうかとかもまあ難しいところですね。はい、まあ、7七歩、今5六歩ですね、はい、他にも
ありますか？はい、はい、他は、まあ、先ほどの解説で、まあ、似たような形で出てきたんですけれども、うん、この2三銀成に、まあ、4四角って上がるのは常に受け的にはある手なんですね。あ、はい、でこれで、飛車取りですから、はい、例えば2八飛車というふうに逃げたらば、うん、まあ、2六歩と打っておいて、まあ、2三銀成とさせないようにするということですね。棒銀がちょっとそうですね、はい、2六で止まってしまう感じがありますね。そうですね、はいはい、飛車をね、あの縦に使えなくなりますからね。うん、ですので、まあ、4四角と上がりますと、まあ、2通り考えられまして、2通り、はい、はい、1つはあの下ではなくて横に逃げておくってですね、こうして、まあ、こう3五銀のようにまた角を、はい、いじめる手を狙うのが一つ、はい、それから、まあ、もう一つは3五銀と出て、うん、まあ、こちらの方が激しい変化になりますけど、角取りにして、まあ、同角で、はい、2一飛車になると、うん、なりまして、はい、3一金に1一竜ですね、はい、まあ、そしてまあこれ検討もしたんですけど、まあ、5六歩で4六香といったような、うん、はい、変化をね検討してたんですけど、これもですね、はい、お互いにかなり怖いところなんですね。そうですね、こっちも急所ですし、はい、あちらももう竜が竜もいるし、てて、はい、はい、でここもあと角利きと、そうです、ね、どっちがこっちは桂馬もね、はい、来ますし、はい、うん、お互いもう生きた心地がしない感じ、はい、これはあの最も激しい変化で、はい、この変化になると本当にもう夜も眠れないといった局面になると思います。はい、はい、さあ藤井竜王がこれを選ぶと、これでまあ大丈夫というふうに、4四角は大丈夫と見てるっていうことになりました。もし刺されたら、あ、そうですね、はい、はい、そうですね。さあどの展開になるのかという、はい、はい、いや、まあなので、まあ、これはかなり激しい変化、今、7七歩と5六歩と、4四角ですね、はい、その3つを教えていただきました、はい、あとは阿部七段が、はい、まあ、はい、おすすめというか予想してたのは、まあ、5二飛車という手で、あ、はい、まあ、これは、まあ、先ほどいろ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 な変化を解説しましたけど、はい、やっぱり5筋から攻めていく、後手の方はですね、はい、まあ、5筋から攻めていくっていうのが攻撃パターンですので、まあその飛車という強力な駒を使って、まあ、5筋に力を貯めておくという手ですね、はい、まあ、このような4つ、これはが大体こう、はい、うん、考えられる手で、はい、先生の予想手としては5六歩、はい、そうですね、私はまあ5六歩が第一感なんですけど、はい、まあ、それ以外のでも有力ではないでしょうか、はい、うん、先生ありがとうございました、はい、ここまで初手からの解説をお送りいたしました。ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤優奈です。アベマならご覧の番組をフルで見放題、動画の続きはここをクリック。